で、今日もおもろいことあったんよ。パパーレンにさ、なんかバレてんだよね。なんかバレてたんだよね。やばくない？くっそ久々に話したんよ、俺。くっそ久しぶりに話したんだけど、俺。まず、あのお方と。で、なんか、久々に話す機会があって、パパーレンとね。で、まあ、車にいたの、二人で。で、俺が、まあ、運転してたんだけど、今日ね。話しかけられて。ちゃんとパパーレン風に言うと、なんか、お前最近仕事どうだ？で、ほんとこれガチだから、これガチだからね。これガチだからね。これマジでこんな感じ。ほんと、怒ってるって、俺ね、パパーレンとはもう何年も一緒にいるけど、俺もう、話すたびに聞きそうになるもんね。え、怒ってるって。なんか、お前仕事どうだ？みたいなこと言われて、あ？みたいな。俺普通に警備部隊の方だと思って。いや、全然普通に、最近平和だし、ま、普通になんとかやってるよって思ったら、そっちじゃないって。俺もうそこで、ヒッってなって、もう、俺、仕事どうだの時点で、ん？と思って、まあ、でもさすがにね。いや、そういうの興味ない人だから、マジで興味ない人。本当に全く興味ない人だから、そういう、YouTube とかに。そっちに対するリテラシーそんなないから、あ、大丈夫だなと思ってたら、なんかそっちじゃねえってこと言われて、はいみたいになって、俺パパーレンに見られんのガチで嫌だから、ガチで嫌だから、なんか、え、そっちじゃないってみたいな聞いたら、動画だよとか言って、動画と思って、はぁ、みたいな、あーっと知ってんだみたいな言ったら、みたいな言われて、怒ってるみたいな。あ、まあ、順調じゃなって言い出した瞬間、なんか、お前はなんであんな長い動画ばっか上げとるとか言われて、お前はなんであんな長い動画ばっか上げてんだみたいな言われて、え？と思って。いや、一応あれね、動画じゃなくてね、はい、あれ、だからなんであんなね、長えやつあげてんのって言われて。ロレ、お前なんであんな長えやつばっかり。あ、違う。あれね、あれ動画じゃなくてね、配信だから、あんな長い動画じゃ、誰も見ない。これでめっちゃ言われた。一応ね、配信っていうね、一緒に、リスナーさんと、ゲームをね、楽しい、ゲームとか雑談をね、楽しんで、あれじゃ、新規は見ない。これめっちゃ言われた。お前は、短いのをあげろって言って、短くていいって。あんなのじゃ忙しい人は見れないって言って、入りづらい。新しい人が見ようと思った時に長いやつばっかりじゃもう敷居が高いって言って、はぁ、敷居ですかって言って、ああ、って言って、はぁ、怒ってるって、あ、それで怒ってる、あ、それで怒ってんのかなと思って、あ、今日はそれで怒ってんのかなって。俺が長い動画ばっか上げてるから、なんかそれでなんかその新規の人がつかないのが理由で怒ってんのかなと思って。基本大前提として配信をね、やってるね、みたいなったら、短い動画も上げてただろうって言われて、フォニーやと思って。フォニーやと思って。まずいと思って。動画なのあれはと思って。え、短い動画とか上げてたっけと思って。そしたらなんか3分ぐらいの上げとったやろって、上げとっただろみたいなで。怖い。マジかと思って、どんな。え、待って。あれ知ってるんだっけ、聞いてたのみたいな。この横の人みたいな。こんな冷静そうに話してて、今まで俺がこういう活動してたのにも全く触れてこなかったのに、あれ知ってなんだっけ、聞いてたんですかみたいな。俺歌ったことないからさ、あの人の前で。どんな気持ちで聞いてたんですかねみたいな。で、チェックしてるやん、思って。まあ、嬉しくもあり、恥ずかしいがもう勝ってるけど、全然。嬉しい 0.5、恥ずかしい 9.5。もう見んでくれが100だけど。あと50万再生の中にいるんだよな、多分あの人。